ゲートイン終わりました。体制完了。香港バーズ2400メートル、まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。9番アイルトンシンボリ先頭、外を通ってヘアカウニック、それから離されましてヴィンテージクロップ、11番プラテニ内を通りまして、6番ブラズー、その後ろでやりましょうか。1番オンリーロワイヤル、その外7番カタナーハハハ、それからもう一頭、2番ホワイトマズル、そしてその外にミシル、それから3番ムービースター、そしてその後ろから4番ドラムタップス、その外に5番キャッスルタウン。さあ前の方はどうなっているのか。12番テアカウニックが先頭です。9番アイルトンシンボリ、10番ヴィンテージクロップ、外から1頭、11番プラテニ、さあ向こう流しに入りました。それから足毛の馬体ラズー、そして6番手にオンリーロワイヤルでやります。外を通りましてカタノアハハハ、ミシルが並んでいます。そして内からは2番ホワイトマズル、3番ムービースター、そしてその後ろから4番ドラムタップス、その外からは5番キャッスルタウン。先頭の方はどうなっているか。依然先頭12番テアカウニック、怖い馬です。さああなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。ホワイトマズル直線の伸び足はどうか。ヘアカウニックが抜け出した、一気に抜けた。ヴィンテージクロップ突き放すか。オンリーロワイヤルが2番手、オンリーロワイヤルが差を詰めてくる。先頭は10番ヴィンテージクロップ、オンリーロワイヤルが2番手、内か外か。サインはもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。頑張りましょう。1着当番、2着1番、3着。レースを終えた馬が戻ってきました。感じですね。馬体はいい感じですね。電池が切れそうです。何かご用でしょうか。電池が切れそうです。
上がりです。いい感じですね。何かご用でしょうか。馬体はいい感じですね。まだ馬体に余裕がありますね。まずまずですね。馬体はいい感じですね。今週はレースがあります。気合十分ですね。馬体はいい感じですね。なんとかここで勝ってほしいですね。ただいまより投票受付を開始します。さあさあ飛び出した11頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。11番アコニットローマンが上がってまいりました。1番シティーナ、そして3番手に3番ホワイトアリーナ、対戦ルビー、内を通りましてナイス村正、パワーシャレード、東映ブルー、ほとんど馬体が合っています。8番ライブハウス、内を通って7番パーシャンスポット、カタノアハハハが並んでいっています。そのうちにキノノアイーナ、先頭の方はどうなっているか。前がドッと来ています。ホワイトアリーナは2番手、このまま抜け出すか。シティーナが抜け出した。ホワイトアリーナかわすかかわすか。ホワイトアリーナが差を詰めてくる。ホワイトアリーナかわした先頭に立った。外からパワーシャレード、パワーシャレードが2番手、ホワイトアリーナ1着、1番人気に見事応えました。次は頑張りましょう。レースを終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。いい感じですね。
馬体はいい感じですね。馬体はいい感じですね。馬体はいい感じですね。いい感じですね。何かご用でしょうか。いいですね。馬体はいい感じですね。馬体はいい感じですね。馬体はいい感じですね。十分ですね。いい感じですね。いい仕上がりです。いい仕上がりです。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。まずまずですね。いい感じですね。仕上がりです。馬体はいい感じですね。今週はレースがあります。気合い十分ですね。馬体はいい感じですね。
一番人気ですが。ただいまより投票受付を開始します。一瞬静まり返る場内。さあ準備が整いました。ゲートが開いた。スタートの悪い馬がいますが、9番大隅社員、これは追い込みの馬ですから大したことはないと思います。注目の先行争いでありますが、今日若頃のが先頭に立ちました。それからもう一頭シャンソニエール、ケイユーマンがその後ろ、和光近子、エルカーサリバーがそのうちにいます。10番スターバレリーナ、そして一番人気のカタノアハハハ、うまくいっているんではないでしょうか。第一コーナー右にカーブを取って、第二コーナーライブハウス、エイシンテネシー、外から一頭グレイスナッキー、ポツンと離れて大隅社員はしんがりから行っております。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。カタノアハハハ、直線の伸びようか。さあ先頭はケイユーマンが半馬身リード、ケイユーマンが抜け出した。カタノアハハハ、ものすごい足で突っ込んでくる。さあ抜けました、ケイユーマン。カタノアハハハが2番手、捉えた、かわした。カタノアハハハ1着、4番カタノアハハハ、そしてケイユーマンが粘って2着。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。元気いっぱいですね。馬体はいい感じですね。ご用でしょうか。今週はレースがあります。を開始します。阪神の舞台は初夏のスポットライトに浮かび上がり、扇子が揺れています。宝塚記念、いよいよストです。今年もあなたの、そして私の夢が走ります。どんよりとした阪神競馬場に開くあなたの夢は、三輪林でか、片野アハハハか、私の夢は町金タンホイザです。果たして先頭に行くのは。ベアが先頭に立ちました。7番インターマイウェイ、10番三輪林で好位置をマークしました。それから1番ネハイシーザー、外を通って2番ステージキャンプ、そしてその後ろからアイルトンシンボリ、外を通りまして8番ゴールデンアワー、それからもう一頭ダンシングサーコス、この辺りちょっと離れている12番カタノアハハハ、
ナイスネイチャーがかわしていきました。マチカネタンホイザが並んでいます。ここにいた。3番桜千歳王、今日は最後尾からもう一度整理しましょうか。うーんと上がってまいりました。さあ、あなたの相棒は交代で力を見せつけることができるのか。大歓声に迎えられて、岩林で先頭、ナイスネイチャー。2番手桜千歳王懸命に追う。岩林で先頭、内から桜千歳王が差を詰めてくる。1着岩林で。惜しかったですね。1着当番、2着3番、3着。レースを終えた馬が戻ってきました。いい仕上がりです。まずまずですね。何かご用でしょうか。